です。タンです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。ルーちゃんが妊娠後期に入ったということで、大変ね、動きづらくなったと思います。对，大家看我现在肚子超大的。これだとやっぱり動きづらいよね。そう、也没办法弯腰捡东西，这真的超不方便的。本日はですね、2つの愛のたくさん詰まったね、料理を作ってあげたいと思います。今日のメニューは、ルーちゃんが大好きなハンバーグ。ハンバーグ大好き。それと、ナスと豚肉の炒め物です。ルーちゃんね、いつも美味しくね、食べてくれるので、本日もたくさんね、愛情を注いでルーちゃんを楽しませて癒してあげようと思います。なんか嬉しいねありがとう。どちらも簡単で、日本の家庭でね、よく作られるものなので、皆さんもぜひ試してみてください。那这次我们要使用的产品是得意的一天日本玄米油。最近ね、日本人でも料理の油をね、結構ね、重視するようになってて、特にね、この玄米油っていうのをよく使われるようになってきました。那得意的一天使用的玄米油是日本第一大厂进口，除了有满满的营养之外，原料也符合日本 JAS 检验标准，使用起来非常的安心。妊婦ってことでね、すごいね、ルーちゃんのね、味覚と嗅覚がね、鋭くなってて、油の匂いだけでね、ちょっとうってなる時あるんですよね。对，我很常闻到一点油味就会觉得不舒服。うちもね、めちゃめちゃこれ愛用しててね、すごいね、使いやすい。那这一款得意的一天日本玄米油呢，就不会和食材抢味道，也不会有很重的油味，煎煮炒炸都可以用，真的很好用，很适合。じゃあ、そしたらルーちゃんの大好きなハンバーグを作っていきたいと思います。玉ねぎ切るとき、ルーちゃんいつも涙出るっていう。そう、我跟大家说，文章超厉害，文章是完全不会流眼泪耶。最初は玉ねぎを細かく切ります。玉ねぎ大好きだからいっぱい食べるの嬉しい。俺も玉ねぎめっちゃ大好き。あとは細かく切ってやるぜ。今ルーちゃんが細かく切るのを手伝ってくれてます。これ楽しいねまあ料理は一番楽しむことが重要だからね。そう、2人で一緒にやるの楽しいのね。もういい匂い。好香好香啊。然后放入鸡蛋，然后放入面包粉五匙，放入牛奶，豚肉と牛肉のひき肉を別のボウルに入れていきたいと思います。塩入れます。ビン。黒胡椒も適量入れます。豚は結構入れるのが好き。さっきの玉ねぎ入れていきます。手にちょっと油をつけて、手につかないようにします。おう、OK。 中の空気を取るようにピチピチしてます。も私もやりたい。やっぱり一緒にやるの楽しい。其实来日本常住之后呢，我发现台湾的料理呢虽然很好吃，但是都有一点点偏油。台湾料理都是比较适合正热的时候吃，可能也因为日本有冷便当文化的关系吧，所以为了让料理放久也不太会有油耗味，就他们真的还蛮下功夫的。日本の弁当で結構ハンバーグ入ってるよね。入ってる入ってる。俺もだったし、他の子たちも結構入ってたよ。那当然用的油就更重要了，而且跟大家讲一件很神奇的事，就其实我一开始来日本的时候还蛮不太能接受冷便当的，现在就是还蛮喜欢的。駅弁が好きなんだよね。じゃあ俺はね、紐を引っ張って温めるやつ好きだよ。あ、そうだね。これから子供生まれたら一緒にこういう風に弁当作ればいいな。さあ、餃子とか作りたい。餃子いいな。然后把空气打掉之后呢，就竖一下形，就可以放到盘子里面准备煎汉堡排。左边是我做的汉堡，右边是文当。哇，好多的。愛情だよ。めちゃくちゃ嬉しい。やばい。超級無敵開心。超開心。Yeah。 今から玄米油入れてハンバーグ焼きたいと思います。わー楽しみ。でかいでかいね。
ちょっと今日はお肉の量が多かったかも。わあ、ハンバーグだじゃあ水を入れて蓋します。盛り付けます。いいね。わあ、美味しそう。すごいね、ぶーちゃん。じゃあ冷めちゃうので先にハンバーグ食べちゃいたいと思います。楽しみ。ふーちゃんは前ハンバーグ作ったのいつ？大学ぐらいかなもうめちゃめちゃ前だよ。いただきます。いただきます。うん、美味しい。だい家でハンバーグ作るよね。うん、美味しい。玉ねぎも美味しい。やっぱ結構細かくしたから、うん、全然脂濃くないよね。うん、美味しい結構油入れたんだけどね。うん、ハンバーグ入れて食べるのが幸せだねいやでも久々だったから結構自信なかったよ。まあでもルーちゃんがこうやって美味しいって言ってくれるのが嬉しいね。毎日食べてもいいよなんかこれから餅にも作ってあげたいね。うん、でもハンバーグって本当になんか簡単で作りやすいね。うん、いやこれは美味しいね。うん、じゃあまた炒める前に玄米油入れていきます。なんか玄米油使うとなんか健康な感じがする。いや本当。しかもさっき結構入れたけどやっぱり油の感じなかったよね。全然油濃くないね。弱火で強すぎる。那猪肉拌炒之后呢，加入这个蒜泥，我觉得日本卖这个超方便的。こんぐらいかな。ガーリック大好き。ナス入れます。ナス投入。今回はハンバーグとこれということでね、ちょっと少なめに作ってます。因为我跟文章都喜欢吃软一点的茄子，所以茄子炒比较久。接下来呢，投入油豆腐。油豆腐。我超爱吃油豆腐的。然后开始加入调味料。哇，好美味啊！有一下子。男飯。嗯。等等，我们文章第二道做完了，没事啊，干杯！耶，我们文章第二道呢，我们就这样直接装成一盘一起吃。我跟大家讲，一开始我来日本的时候有两点还蛮不习惯。第一点就是因为台湾大多数都是桌菜嘛，那日本几乎都是定食。我来日本之后呢，还是会这样子直接炒一大盘放在这里大家一起吃，就不会再另外分装，因为还要洗碗很麻烦。那第二点是日本人真的超不常吃菜，他们都是吃那种生菜沙拉。所以我一开始真的超不习惯，因为我吃菜一定要吃煮过或者炒过的。確かにね、台湾行った時野菜いっぱい炒めてあってね、普通の炒め物でも野菜摂取できるんだみたいな。所以我们家做菜的时候，我就常会做一些炒菜料理这样子。俺もね、野菜炒めめっちゃ好き。特にね、玉ねぎとか。富ちゃんが好きなのはえのき。えのき。玉ねぎ。玉ねぎ。キャベツ。キャベツ。白菜。白菜。この二人でね、鍋する時とかも大体その具材を入れて食べますね。の私はブロッコリーが一番好きだけど、ブロッコリー本当に大好きです。本当ね、俺そこまでブロッコリー好きじゃないんで、基本的にルーちゃんが食べてくれますね。あとね、豆腐が大好きですよ。基本的に私は料理好きってほどじゃないんで、あまり作らないんですけど、たまに作った時のルーちゃんがめちゃめちゃ喜んでくれる笑顔を見るのがね、好き。就真的很开心，因为知道文章没有人喜欢做料理，所以看到他做的时候就会觉得特别感动，就是做自己不习惯的事嘛。虽然我也没有到很喜欢啦，可是就是至少比他感觉还喜欢一点点。私も毎回作ると、ふーちゃんが美味しく食べてくれるの見て一番嬉しい。本当ね、ふーちゃんいつも美味しく食べてくれるの。まあ美味しいしね。開心。今回ルーちゃん、文章の料理いかがでしたか？満点です。やっぱりね、ふーちゃんが作ってるの見るだけで私幸せなの。因为我们在日本的家厨房跟客厅是连在一起的，不像台湾的家是厨房在最后面，
然后客厅在最前面有一段距离。可是我们用得意的一天日本玄米油煮完饭之后呢，也不会有很重的油味，而且实际吃起来他们的日本玄米油也不会跟食材本身抢味道，可以体现食材的原味。因为我真的超怕油耗味，本来就不太喜欢，尤其是现在怀孕之后，那因为在家里炸一些东西嘛，炸天妇罗什么的，那种如果没有用好油，就很容易油耗味会比较重。所以我真的还蛮推荐大家这个玄米油的。結構さ、食用油とかってさ、油の味するじゃん。本当これ油の味しなくて。なんかいっぱい油入れてもなんかさっぱり、まあ、あとなんか油特有のドロッと感がないよね。うん、わかる。さっぱり感。やっぱり妊娠していろんなお得もあるね。ふーちゃんこうやってご飯作ってくれたり幸せです。いや本当ね、今回の料理簡単なんで皆さんもぜひ作ってみてください。这都算是日本的家常菜，一下可以做完的，推荐给大家。那我们两个很推荐得意的一天日本玄米油，详情资讯呢我都放在资讯栏，有需要大家可以看一下哦。那我们下次影片再见，大家见，拜拜，拜拜。大家如果喜欢这支影片的话呢，欢迎在下面留言，说不定文章就会更努力做饭给我吃。那我们下次影片再见，大家见，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。